株式会社バンダイナムコネクサスは2017年8月3日に株式会社バンダイナムコエンターテインメントと株式会社ドリコムの共同出資で設立された日本の企業。2020年3月31日付をもってバンダイナムコエンターテインメントの完全公会社となっている。2021年2月28日までの社名は株式会社 BXD。 同社が提供するブラウザゲームプラットフォーム、エンザについても記載する。ドリコムの主力事業であるソーシャルゲーム事業のノウハウとバンダイナムコエンターテインメントが多数保有する IP などを融合することを目的に、バネとドリコムは2017年5月19日に HTML5 を中核とする技術を活用したオンラインゲーム及び配信するプラットフォームの開発。 運営等を行う新会社である株式会社 BXD を同年8月3日付で2社の共同出資で設立することを発表した。社名の BXD はブレイクスルー X デジタルライフの頭文字を取ったもの。2017年8月3日付でバネ51%ドリコム49%の出資比率で株式会社 BXD を設立した。本社は 東京都港区にあるバンダイナムコミライ研究所内に置かれる。2018年4月24日より HTML5 を活用したスマートフォン向けゲームプラットフォームエンザの配信を開始した。2020年3月末日をもって取り込むが BXD の全株式をバネへ売却し、BXD はバネの完全公会社となった。その後、 2021年3月1日付で株式会社バンダイナムコネクサスに社名を変更した。エンザは株式会社バンダイナムコネクサスが運営するブラウザゲームプラットフォーム。初期タイトルはいずれも BXD が開発しバネが配信元となる。いわゆるアプリのようなインストールなしですぐに遊べることを売りにしている一方で従来のモバゲーや グリー等のフィーチャーフォン時代からあったソーシャルゲームとは違い、HTML5 を活用したアプリと遜色ないリッチコンテンツであることも売りにしている。これは BXD 自身が技術検証としてワンピーストレジャークルーズをブラウザに移植したことで証明している。会員登録はバンダイナムコ ID を活用し、 SNS アカウントによるログインで簡単に済ませられるほか、決済手段はバンダイナムコグループで採用している電子通貨バナコインを活用する。なお、エンザのポータルサイトは前述するモバゲイアグリーのようにフレンド機能やチャット機能等簡易的な SNS 機能も内蔵している。株式会社バンダイナムコエンターテインメントとの 合弁会社設立を伴う業務提携に関するお知らせ。ドリコム2017年5月19日。バンダイナムコエンターテインメントとドリコム共同出資による新会社設立のお知らせ。バンダイナムコエンターテインメント。ドリコム2017年5月19日。ABC バンナムとドリコムの新会社 BXD の社長を直撃。HTML5 が生み出す。 新たなゲーム体験とビジネスモデルとはファミツーアップ2017年8月10日ドリコムとバンダイナムコエンターテインメント共同出資による新会社株式会社 BXDHTML5 を活用したスマートフォン対応ブラウザゲーム2018年春サービス開始ドリコム2017年5月25日 AB 発表会 BXD が放つブラウザゲーム PF エンザは友達と手軽にゲームが楽しめる場にグッズやイベント連携もゲーム会社向けの説明会も開催予定ソーシャルゲームインフォ2018年2月20日閲覧速報にドリコム内藤社長 BXD 株式売却の経緯を明かすエンザにはパートナーとして引き続き不く関与ソーシャルゲームインフォ2020年2月5日閲覧 称号変更並びにホームページ URL 変更のお知らせ。株式会社 BXD2021 年2月6日閲覧。ドリコム僕とドラゴン運営のスタジオレックスの株式取得が完了連結し会社に。ソーシャルゲームインフォ2021年7月7日閲覧。一部機能に制限をつけたプレオープン。 グランドオープンは2018年7月25日。平成31年3月期対職対象表。株式会社 BXD2019 年3月31日。閲覧。平成30年3月期対職対象表。株式会社 BXD2019 年3月31日。閲覧。ありがとうございます。